風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才能目次第。映画バクトの看板背負って歩いてみせますキネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラー。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 時刻は10時1分になりました。 TBS ラジオ第6スタジオから生でお送りしておりますライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。ここからは毎週サイコロで見に行く映画を決め、もうなんか最近ピクサー怖い型無差別映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当たった映画はこちら、トイストーリー3。カーボーイ人形のウッディ、アクションフィギュアのバズ・ライトイヤーら意思を持ったおもちゃたちが活躍する CG 長編劇場用アニメトイストーリーシリーズの第3弾、持ち主のアンディの元を去っていくおもちゃたちの友情を感動的に描き出す、前2作の監督だったジョン・ラセターが制作に移り、今作でメガホンを取るのは、ファインディングにもモンスターズインクの共同監督の、を務めたリー・アンクリッチさんです。ということですね。ですね、いつもリスナーの皆さんからメールをいただいているわけなんですが、今回メッセージの量大変多いです。やはり、何しろピクサーのブランド力ですね。人気シリーズというのもありますけど、やっぱりもうピクサー外しなしというのが基本的にありますから、ファンも多いということです。期待して駆けつけた人が多かった模様です。そして、メッセージの傾向なんですが、大好評ですね。やっぱりね、ラストシーンで号泣、ここ何年か見た映画の中で一番いいと絶賛する人、またそこまではいかなくてもエンターテインメント映画としてとてもよくできているとほとんどの人が好感触、ただ批判的な意見もちらほら見られます、3D で見る必然性は感じなかったとかですね、悪役のラストに納得がいかないとかですね、あとは1と比べると劣るなどの声がありました。中には同じ3というだけで同じ踊る大捜査線3も見習えという大人げなく怒る人も何人かとね、私も裏に負けないように、ね、裏の放送に負けないように頑張ってね、いきたいと思いますね。さあ、じゃあ代表的なとこ行ってみましょうか。どれ行こうかな。本当にね、大量に来てるんでね、全部読んでますよ、相変わらずね。本当皆さんありがとうございます。これ最初に読んじゃおう。クララが立った。ね。現在自宅リフォームのため、映画のアンディのように家の片付けという重たいミッションが私には課せられているのですが、トイストーリー3、この映画には困りました。ね、私目線でも捨てられないけど、あいつら目線でも捨てられないという気持ちになってしまいました。さっき私がね、オープニングで言った非常に迷惑だっていう、迷惑だ系のね、意見でございますね。本当にもうね、ふざけんなよってね。はい、ドイツの工藤兄弟さん、24歳男性。絶賛系ですね、トイストーリー3は文句なしで生涯ベスト級でした。先週見た映画かっこ踊る大捜査線3が人生最低だったのでその反動かもしれませんが、トイストーリー3が傑作なのは間違いないと思ったと同時に、ピクサーがいよいよすごい領域に行ったんだと感じさせられる作品でした。25歳素敵 OL さん、腐女子の方トイストーリー3見てきました。号泣めん。今年のベストは、いえここ数年の映画の中でもベスト級の作品ということですね。はい、というね、書いていただいております。ちょっと本当にいろいろ書いていただいたのはちょっと全部読めない。これなんだ。ライム小説家志望さん。この方ちょっといまいちという印象だそうですね。結論から言うと、トイストーリー3の印象は2は超えているけど1で味わった感動には及ばないといったところです。主に本シリーズの第2作第3作に共通する欠点として、おもちゃはあくまでおもちゃとして描かれるということがあると思いますとか、いろいろこうね、ちょっと批判ポイントを挙げていただいたりしています。これまた絶賛系、チョコになっちゃったさん、男性21歳。この方はですね、とにかくますいろいろ感動を綴ってきた挙句にですね、あまりに感動しすぎてもう無理死ぬわっていうね、このフレーズが気に入ったのでちょっとね読まさせていただきましたという感じですかね。あとはもう本当にね、あとそうだ、ラジオネーム浜木さんかな、浜木さん、トイストーリーは好きなピクサー映画のうちの一つだったのですが、2年ほど前に念願のおもちゃ業界に転職したこともあり、旧作を最近よく見返していました。子供の頃漠然とおもちゃの仕事がしたいと思ったのは、これがあったからなのかなと、自分でもびっくりするくらい思い入れを感じ、今回の3作目では大学生になっておもちゃに対して大人になったアンディを、最近仕事目線でおもちゃを見ている自分と重ねたりしてしまいましたっていうね。終盤の廃棄場のシーンでのキャラクターたちの絶望は CG キャラクターの表情にこんなに心を奪えたのは初めて、実写映画を含めても映画史に残る名シーンだと思いましたと、いろいろ書いていた。このシリーズの3作品を毎回リアルタイムに映画館で見たことは最高の映画体験でした。あと供養がね、人形供養
がと言いますが、絶対に神社のどんど焼きにおもちゃを出すことだけはするまいと心に誓いましたっていうね。まあ、供養で焼いちゃうっていうのがありますからね。みたいな感じです。皆さんありがとうございました。はい、といったあたりでじゃあ、そういうストーリー3行ってみましょうか。私ね、今週のうちに2回行ってきましたね。というのはやっぱまあ 3D、まあ主に 3D 公開っていう感じなので、まあやっぱり、毎回言ってますけど、IMAX でまあ見ないとちょっとね、本領わかんないなっていうのがあるんで、毎回おなじみの109シネマズ川崎 IMAX の 3D 吹き替え版と、まあ、バルト9でエクスパンドね、の 3D 字幕付きのやつを、両方見てきましたということですね。まずその本編の話に行く前に、ちょっと引き続きちょっと軽く 3D 問題、の話っていうか、まあ、前も言った感じですけど、改めて私なりの結論をもう一回言わせていただくとですね、やはりアバター級にですね、つまりその 3D 表現に特化したような作品でないと、やっぱ、あんま意味ないんじゃないかなっていう改めての結論。特にやっぱ IMAX 以外ってことですね。で、その IMAX でもやっぱりその川崎の IMAX はちょっとミニ版 IMAX ですから、この間大阪でその本ちゃん版の久しぶりに見てきましたけど、やっぱ全然、こう大きさとか、もろもろ違うなというのは本当に改めて感じたりして、なので、まあ日本では非常に限定的な体験しかどっちにしろできないわけだし、うん、特にやっぱ今回エクスパンド版見て思ったのは、暗い。やっぱり。で、IMAX 版ではちゃんと見えていたディテールみたいのが、エクスパンドだとちゃんと見えなかったりとかもしてて、非常に不満を感じたりしました。で、これだったらやっぱ普通に 2D で見た方が、むしろちゃんと、視野とか狭まんないでいいんじゃないかなぐらいに思ったりしました。ただまあ、今回のですね、本編前に毎回つきますね、短編がね。で、今回デイ&ナイトかな、という短編がつきますけど、今回のそのデイ&ナイトの作品は、3D のその、特に奥行き表現ですね、というのを、まあ、活かした作品の趣向であって、非常にそれは3D を使っている、意味合いは非常に納得度が高かったです、こちらは。で、ちなみにこの作品は本当に、まあ、その全体の、なんていうんですかね、60年代風といいますか、60年代風の洒落たデザインとか、まあ、最終的に出てくるメッセージの部分であるとか、そしてもちろんアニメならではとしか本当に言いようがないぶっ飛んだアイデアといいですね。まあ本当に素晴らしすぎる短編でしたね。デイ&ナイト。もう、この時点でもう、怖っっていうね。ピクサー怖いっていう。もう本当にね。まあこれもそうなんですけど、まあここんとこ特にやっぱピクサーの神がかりっぷりは本当に恐ろしいなと思います。まあこう意見の相違はあるとは思いますが、まあ私はやはり特にウォーリー、カール爺さんの空飛ぶ家と、もう何なのこの鶴瓶打ちはっていう、風に思ってました。まあどちらもシネマハズラーでね扱いましたけど、もちろんそこからそれより前のね作品のクオリティについてももちろんもう異論を差し挟む余地はないというか、私ももう異論はございません。仮に文句めいたことを言ったとしても、それは、むしろ他の部分が完璧すぎるから、だったらここがちょっと気になっちゃうということだから、余計に高いハードルを設定してしまうということであって、でね、これはね、まあ、贅沢な、こう、要するにその文句なんだけど、同時にこれはね、まあ、要するにピクサーっていう会社の作り手たち自身がやってることでもあるんですよね。自らに課してるハードルでもあるんですよ、これは。つまりどういうことかっていうと、ピクサーって毎回作品を作るときに、その、まあ、トップのブレインもそうだけど、要はジョン・ラセターとか、ピート・ドクターとかその辺のね、が、要するに互いに今作り合ってる作品を厳しくチェック、批評し合うわけです。ものすごい忌憚なくチェックして、その、どんどんその隙なく、こう、クオリティを上げてくっていうことをしてると。まあその要はいわゆる集合値みたいなものの力をものすごく本当に効果的に使ってるというか、そういう会社なので、こんだけレベルが高いんだから何も言わなくていいじゃないかってところで満足してないからピクサーはすごいんだよっていうのがあるから、我々も負担なく言えばいいんですというね。まあでだからまあとにかくそういう過程を経てるからゆえのクオリティでそのをキープしてるってことだと思うんですけどね。だからちょっとこれから先もねちょろちょろなんかいろんなこと言いますけど、基本は普通のいわゆるいい作品よりはるかに高い水準で言ってることだっていうことはちょっと前提として聞いていただきたい。前から僕ちらほらとですね、トイストーリー2が本当に嫌いだっていう発言をね、まあ、してて、それがねちょっとどういうことなんだ、真意を言ってくれみたいなのがちょっとメールでも、結構あったんですけど、まあこの機会にトイストーリー2も見直したんですけど、やっぱりね、そこは改めて確認しました。これは嫌だなっていうところやっぱありました。その意味でですね、今回のトイストーリー3は、まあ、正直ちょっと不安だったんですね。2ですごく嫌になっちゃったっていうのがあったんで、でまあというからには、無論1作目のトイストーリーはどう思ってるかっていうと、無論もう傑作中の傑作だと思ってますよ。それはね、ピクサーの数あるそのものすごい出来の作品の中でもやっぱり未だに最高傑作の一つだとやっぱ思いますし、
もうちょっと大げさかもしれませんけど、ほとんど完璧な作品だとさえ思ってます。あの一作目はもう本当にケチのつけようがないぐらい、でまあ本当にね、改めて考えるとですね、まあトイストーリーがすごいっていうのはみんなそりゃそうでしょうと思うかもしれない。もう本当に改めて考えると本当に偉いんですよ、あの映画。まずね、その今でこそピクサーブランドってもう確立しちゃってて、トイストーリーって本当に古典化しちゃってるから当たり前のように存在するように感じちゃってますけど、そのトイストーリーという作品が成立するまでには、まあ創作面はもちろんのこと、ビジネス面とかね、もちろんですね、さまざまな面で、まあものすごい不確定要素、もっと言えば危機的状況がいっぱいあったわけですよ。でそれを努力、ものすごい努力と、まあ運で乗り越えてきてやっと成立した作品なんですよ、トイストーリーっていうのは。そもそも長編 CG アニメ劇場用映画っていうもの自体がトイストーリーの前には存在してなかったわけですから、で誰もそれがうまくいくなんていう隠しもない中で作ってるわけですよね。でしかもですね、その当時のこのピクサーの作り手たちは長編を作ること自体が初めての人たちなんですよ、この人たちは。でどうしてかっていうと、ジョン・ラゼターとピート・ドクターさんね、まあ後にモンスターズ・インクとか、カルジーさんとかが、カルジーさんとか撮る、まあ、ピート・ドクターがですね、何したかっていうと、脚本講座に改めて通ったりしたわけですよ。俺たち全然長編の技術ないっつって。とか、あとはその、例えば、トイ・ストーリーの中に出てくる要素ね、つまりバディームービーの要素。まあ、その反発し合ってた、やつ同士が、まあ、後にこう、相棒化していくというバディームービーの要素とか、カーチェイスの要素ありますね、さ、クラシマックスでね。そういう要素を勉強するために、そういう要素があるクラシック映画、古典映画の数々を、上映会を開いてみんなで研究しまくったりとかね、そういうことを考える。つまり今でこそもう揺るぎもしない世界最高峰のもう名人芸的な、もうそのストーリーテラーですたちの集まりですよねと思いますよね。そのピクサーは彼らも基礎からちゃんと積み上げる努力から始めてあの傑作をものにしたって、それも偉いし、でもちろんそのベースにはそのジョン・ラセターさんがいわゆるそのカルアーツね、カリフォルニア芸術大学っていうところでそのディズニー元々の黄金期を作り上げたそのナインオールドメンというね、そのアニメーターたちから直接叩き込まれたディズニー流アニメ感がまあ別にある、まあ、要はその生命なきものに生命を吹き込む技術とその志というかですね、そしてそのストーリーの大切さとかね、そういうようなことがあるわけです。なのでまあとにかくそのゼロから作った作品なんですよ、やっぱトイストーリーは。だから最初のうちは本当にボロボロな状態だったらしいですね、そのお話とかも。で制作が一旦中断だと、こんなのこんな出来の悪いの見せられっかみたいに制作が一旦中断されたりとかするのを経て、次第にブラッシュアップされて、で例えばそのテスト試写した後もどんどんブラッシュアップされて、あのマイケル・アイズナーさんっていうね、僕以前あのプリンセスと魔法のキスの評論の時に、まあ要は元あのディズニーの会長というか偉い人で、要はそのものすごいやり手のビジネスマンなんだけど、その芸術作品ということについては本当にどうかっていう人で、要はその蘇生乱造したと変な続編とかそういうような人ですよみたいな、ちょっと悪口言ったマイケル・アイズナーさんいますけど、マイケル・アイズナーさんがそのテスト試写を見て、トイストーリーの見た後で一作目のラスト、皆さん思い出してください、あのラストで本当は子犬の鳴き声で終わってたところを、ウッディとバズのが子犬の声を聞いてどう反応するかのショットを入れろって指示した。でそれで入れるようにした。これ大正解ですよね。マイケル・アイズのなかなかいいことも言うんじゃねえかと思って、大正解ですね。あのラストのウッディとバズの表情があるから全体がちょっと大人な着地になってるわけよね。ちょっと大人の定感っていうか、ほろ苦い着地になってる、最高すぎるラストですもんね。もうマイケル・アイズのそういう、まあとにかくそういうブラッシュアップを経てると。でまあその後はですね、まあ今となって信じがたいことですけど、そのトイストーリーという作品ね、おもちゃがその主役のその映画にですね、各おもちゃ会社が非常に非協力的だった最初はっていうね、まあハスブロ社っていうのは GI 以上を出すのを拒否して、あのミスターポテトヘッドしか出しちゃダメですよってことでした。あとは、2と3以降にはバービー大フィーチャーされてますけど、1作目ではマテル社はバービー出さないってこういう風に言ってたわけですね、みたいなのがあったりとか、逆に現実世界でこのトイストーリーっていうののおもちゃ化っていうのにもどこの会社も結構消極的だったりとかですね、まあそういうのが経てなわけですね。もう今となったら想像つけづらいことですけど、なのでとにかくそういう風に当時は海のものとも山のものともつかないもんだった、むしろ懐疑的な空気の方がもう主流だった中で一気に打破したわけですね。なんでそれが、何が一気に打破したかって言ったら、それはもう作品の質ですよ、エンターテイメントとしての力っていうことですよね。で基本ピクサーはもうほんとそれだけなんですよね。作品の力だけでブランドの信用を築き上げてきた会社ですよね。つまりその姿勢として圧倒的に正しすぎるっていう、ピクサーは。だから嫌なんだよってとも言えるっていうか、ピクサーを見ると何か
いたたまれない気持ちになってくるっていう面もあるんですが、まあとにかくそんなこんなでトイストーリーは超偉いんです。一作目ね。偉い、超最高の作品だと私も思ってます。で、まあ、その公開して成功して、すぐ2の制作が決定されたと。で、その2は、当初は、そのさっき、マイケル・アイズナーさんの体制下でディズニーが乱発してた、その DVD スルー、DVD、ビデオでしか出さない続編シリーズとして最初作られてた。で、他のジョン・ラセッターじゃなくて他の監督で途中まで進んでたんだけど、途中でジョン・ラセッターがダメ出ししたわけですね。こんなんで出せねえよと。で、もう公開日がもう1年後に決まってるという超過酷な日程の中で、突貫作業でストーリーから何から一から作り直した映画なんですよね。で、そういう事情があるにしてはそれを感じさせないほどのさすがのクオリティなのは認めますよ。2ね。うん。一定水準は余裕で超えてるとは思いますよ、もちろんね。なんだけど、じゃあね、その私個人がなんで2にそんな怒るとこまで嫌がってるかっていうと、これ一重に実はそのメッセージ的な部分なんですよね、本当に。具体的に言うと、まあ、ウッディが実はそのレアな人形でしたってことが分かって、で、なんだっけ、ジェシーと、プロスペクターっていうね、おじいさんの人形出てきて、で、実はそのプロスペクターっていうのはその2だとちょっと悪役的な役回りになるじゃないですか。で、最終的にそのプロスペクターに、ウッディやら何やらが寄ってたかって、その、おもちゃの幸せとはこうあるべきだっていう価値観を、その、彼に選択の余地すら与えず押し付けまくるっていうことなんですよね。で、実際彼は選択の余地も、まあ自分も悪いとはいえ、その、ある種暴力的にその、彼らの価値観を押し付けられて終わるわけですよ。で、その空港にね、いた女の子に、まあ、押し付けられて、子供と遊ぶのが一番なんだ、つって。で、まあ、要は、本人としては、ある種、不本意かもしんないような遊び方をされるかもしんない子供にもらわれていくわけじゃないですか。それでもそっちの方が幸せなんだって奴らは言うけど、あの子が、一作目に出てきた、指導的性癖の持ち主でない保証はないわけでしょ。何なんだよ、それ、と思って。つまり、一作目が好きなら好きなほど、何言ってんだよ、そんなこと言ってなかったじゃないかって思っちゃったわけ。ちなみにシドといえばですね、今回ツリーでゴミ回収業者がね、シドじゃないかなんていう説があって、実際そうやって見てみると T シャツがドクロだしね、多分匂わせてる、それは多分。はい、シドは立派に構成したのかもしれませんね、仕事してましたからね。それはいいんだけど、要はさ、一作目では別に子供と遊ぶことの全てがおもちゃのその幸せだっていう、そのなんていうの、一般論？子供と遊ぶこと一般がおもちゃの幸せだなんていうぼんやりした良きことは別に言ってなかったはずなんですよね。暴君であるそのシドにはちゃんと反撃してたわけだし、おもちゃの本文とかその部をわきまえるっていうところに着地してるんだけど、まあ、主にそのバズライトイヤーのほんのささやかなその自己表現、自己実現の瞬間っていうのは別に否定してなかったわけで、それがですね、翻って2では、確かにそのジェシーが要するに捨てられてしまった過去の悲しい回想、あの場面は素晴らしかったですよ。あの場面はそれ私は号泣しましたけど、あそこで泣いちゃっただけに、その終盤のウッディたちがさっきから言ってる、実は意外とそんなに根拠があるとも思えない良きことの押し付けが、ものすごい欺瞞的というか、欺瞞的ゆえの暴力性を感じてしまったんですね。つまり、子供を持ったことないやつに人生の真の良さはわからない的な、そういう押し付けに近い感じ。実人生に照れ合わせば、そんなことは俺が決めるよっていうような、プロスペクターさんは実際辛い思いしてきたんだから、博物館にもらわれたいってのは結構切実な思いかもしんないじゃんっていうか、そうでしょ、何をそのさ、貴様らはって思っちゃったわけね。そんでもう怒り狂ってたと、というね。まあなので、決して見た目のクオリティの話とか、表面的なクオリティの話をしているんじゃないということですね。クオリティは別にあると思います。ただまあ、途中で出てくるなんかその、スターウォーズ帝国の逆襲のね、大して面白くもないパロディとか、なんかそういう意味でがっかりするところもちらほらあるもあった。2は、やっぱし。そういう意味で、今回ね、やっぱそういう意味で僕2はやだやだって言ってるんですけど、じゃあ今回の3どうかっていうとですね、僕が今まで言ってたようなその2に感じた不満、そのテーマ的なある種煮詰め不足ゆえの、まあ、欺瞞感だったりとかそういう部分が、に対してですね、作り手たち自らが回答したというか、このそのお話に真にふさわしい結末を提示した作品とさえ言えるんじゃないかというふうに感じます。つまり、なんか作り手たち自身、2の欠点をある程度は承知しているからこそ、3のこの作りなんじゃないかなというか、2のちゃんとした語り直しというか、が3なんじゃないかぐらいに思いましたけど。で、3がその本気の語り直し、つまり本気でこの話を終わらせる、本気の完結編である、その本気ぶりが現れているのは、何しろその、終わり方ですね。ラストショットに現れてますよね。まあオープニングもそうなんだけど、ラストショット。屋根からカメラがぐーっと上がってって、青空に雲の絵で終わる。
これもう分かると思いますけど、1作目のファーストカットと対になってるんですね。1作目雲、要するにアンディの部屋の壁紙からぐーっと降りてくると、まあ、ダンボールで作った家の屋根がっていうね、つまりその、トイストーリーサーガの縁を綺麗に閉じたっていうエンディングの中で、これだけでも非常に本気の完結性なのが分かる。まあストーリーの基本的な部分は毎回同じことやってるっちゃ同じことやってるんですよね。まあ要するに誤解とか事故からアンディの家っていう、まあその安全圏の外、危険な下界に迷い込んでしまったおもちゃたちが、まあその行き先々で新たなおもちゃたちとも出会いつつ、まあその危機とかあるいはその内面的葛藤を乗り越えて再び家に帰ってくる。うん、まあ要はこれもまた例の行って帰ってくる話っていうことですけどね。まあその語り口の手際の良さってのは本当言わずもがな。まあ今回はそのなんか脚本にリトルミスサンシャインのね、あのマイケル・アーントさんですかとか入れてたりとかで、まあ多分ダイアログの部分なのかなちょっとわかんないですけど、まあとにかく語り際、語り口の手際の良さはまあ相変わらずなんですけど、ただ今回はやってることは同じなんだけど、実はその感触はかなり異なる。なんで違うかっていうと、そのやっぱりおもちゃたちが直面する危機とかその内面的葛藤っていうのがこの話に潜んでいることの本質を結構突き詰めた、つまりイコールずしんとハードな領域に結構思った以上にグイグイ踏み込んでいくという点、あと、まあ、その結構その本質までこう突き詰めた件を乗り越えた、つまり本質的にもう本気で成長してしまったキャラクターたちの必然的結果として行って帰ってきた話のその後にさらに物語的なひねりがもう一個加わっているという点、この2点によって、まあ、その過去2作とはもう決定的に異なるすごいちょっと、重たい感触をもたらしているというね、ことだと思う。で、何が素晴らしいってですね、まあ、1作目から数えて15年、2作目から11年のこの間のですね、そのピクサーの技術力ですね、単純に技術力の向上っていうのがそのまま今回のストーリーテリングそのものに集約されているかのようなところがもう本当に感動的というか、つまりその例えば1作目の時点では技術的に難しかったであろう、まあ、人間表現ですね、まあ、繊細な人間表現っていうのもそうだし、まあ、今回それが非常に重要な部分で生かされているんですけど、ちょっと後ほどそれは語りますが、とか、まあ、カール G さんとかでもね、完全に確立した感のあるあのリアルな動物表現とかね、まあ、あるいは、まあ、これはピクサーの前からお箱ですけど、逆に動物としての幼児表現ね、あのピクサーがあの幼児とか子供を動物として描いた場面は大体いいっていうね、はい、私の中での法則がございます。まあ、例えば、まあ、1作目トイストーリーもそうだし、ファインディングにものね、敗者の場面とかね、ガキは手に負えねえっていうね、でまあその何よりもですね、そのおもちゃたちがそのボロくなった、まあ、要するに経年変化あるいは劣化の部分、おもちゃたちのその質感表現ですね、ボロくなった質感表現、まあ、それこそそのウォーリー以降というかウォーリーを思わせるような質感表現、例えば使い古されたぬいぐるみっていうのの質感、あるいはそれが濡れるとどうなるかとかっていうのが、まあその技術的に非常に向上したからこそ可能になった表現で、その可能になった表現だからこそ今回の物語は可能になったっていうことじゃないですか。つまりあのストーリー伝えたいことと技術が一致してるっていうことで、もうそれだけで僕感動しちゃうんですけどね、こういうのが立派だなと、技術のための技術じゃないというかね。で、もちろんこの場合僕が言ってる技術っていうのは、まあ、表現力とか演出力も指しますよ。これかつてはジョン・ラセターしかできなかったようなことが、まあ、ある意味ちゃんとピクサーという集団でできるようになってるってもそうだし、例えばね、おもちゃ表現、今回、バービーとそのバービーのボーイフレンドのケン君というね、おもちゃありますね。でケン君が出てくる。で、まあ、バービーとケンはその他の人形と比べれば限りなく人間そのものな形してる、つまり普通に動かしたら人間に見えちゃいかねないおもちゃなんだけど、それをあくまで実在のあのバービーとケンというフィギュア的に動かす、でそれでいて魂がこもってるように見せる、この微妙なさじ加減のセンスですよね。これもう演出力ですよね。あのはっきり言って俺ケンが歩き出した瞬間に爆笑してしまいましたっていうね、あの要は関節動かせるとか限られてるっていうね、ちょっとすり足みたいにこう動くっていうのとかね、今回その演出素晴らしいと思いますけど、リー・アンクリッチさん、まあピクサーには前からいて、まあ、編集出身で共同監督とかいっぱいやってる人だから、まあマルキの新人じゃないんですけど、まあ長編初監督という、でこのリアン・クリッチさんがあの今回ですね、特に前2作と比べるとダークなハードなトーンのシーンで特になんかその独自の凄みを発揮しているというか、この人のやっぱ持ち味っぽいですけどね、自分でも言ってますインタビューとか言ってますけど、例えばあの自販機の上にあるね、あのギャンブル場のね、ちょっとこう
ノワール調と言っていいようなね、なんか本当にヤバめな雰囲気とか、あとは中盤のあの収容所ものというか、収容所ものおよび脱走もののあの雰囲気とか、結構そのハードな場面、暗い場面とかにすごいあの、本領発揮してる。で、やっぱその苦ということはもう本気で怖がらせる場面、本気で怖がらせる。例えばあの赤ちゃん人形ね。バブー、まあ一作目のあのシドの家のおもちゃたちもすげえ怖かったですけど、ある種あれ以上の怖さっていうか、本気で怖いんだけどっていう怖さ、普通に出てくるとこだけでも怖いんですけど、赤ちゃん、ブランコに乗って月をぼーっと眺めてる描写、あれストーリーと直接関係ないですけど怖いですよね、怖いんだけどみたいな、そこからゲッて振り向くところのうわっていう感じ、そしてあの声、もう完全にホラーですよね、あの高橋宏さん的に言えば恐怖映画の領域完全に入っちゃってるんですけどっていうね、素晴らしいと思う。で、あの本気で怖いといえば何といってもやっぱ、まあ、ハクビはクライマックスでしょうね。本気で怖い、あのゴミの焼却場のシーンがクライマックスになってますけど、まあさっきから言ってるようなその質感表現、ゴミとか瓦礫のね、その質感表現とはもちろん全面展開されてるし、でガーッと危機的状況にどんどんなっていく、ダメ押しのように、もうただでさえダークで汚らしい、本当にどんどんこう、ちょっと暗すぎない、怖すぎないってなってるのに、ダメ押しのように心の暗黒までガッと突き上げた挙句、最終的に主人公たち、まあつまりイコール我々観客が見せられるのは、文字通りつまりその死の光景ですよね、地獄の入り口みたいな、つまりそのいずれにせよ最後には皆ここに来るのだという死の光景ですよね、深刻恐ろしいっていうことですよね。でその今までね、そのこのシリーズはいずれ使い捨てられる存在としてのおもちゃっていうのを、まあ一応そのずっと通底音としてそのテーマとして扱っていながら、決してそのそれを最後まで突き詰めることはしなかったわけですね、このシリーズ。当然のことながらやっぱ明るく楽しいシリーズですから。で一作目はその一種その突き詰めなさが、さっき言ったけど、さっきちょっと大人の定感って言いましたけど、突き詰めなさが大人なバランスになってたのが一作目で、その突き詰めなさがちょっと欺瞞にとどまってしまったのが2作目っていうのが僕の捉え方なんですけど、今回はそれを突き詰めちゃった、はっきり見せちゃった、最後にあいつらは何にせよここに来るんだっていうのを見せちゃった、その避けがたい運命を前にした時、そのおもちゃの主人公たちはどんな態度を取るのかと。でこれはもうちょっとね、はい見てくださいそれは、はい見てくださいとしか言いようがないけど、ともあれね、その例えばこういうその主人公たちが何か覚悟を決めるようなシーンでですね、実写映画で実際に人間の俳優、名優と呼ばれるような人が演じているような同じようなシーンがあったとして、これほど真摯な胸に迫る演出が、もっと言えば演技がそうそう見れるかねって思いますね。はい。であとはやっぱりその何がショックって、それこそハリウッドの普通本当にストレートなエンターテインメント作品の中で主人公たちが諦めるって描写自体がもうショックですよね。そこに多分みんなズーンと来ちゃうんだと思うんだけど、はい。でまさにそれはやっぱり本来考えれば物語上も無機物だし、もちろん実際の世界、現実で考えても彼らはただのデータなわけですけど、命なき者に命が宿ってるように見えてるからこそですよね。で、無機物をですね、まあ、基本的にその物理法則を破っていない体で有機的に、つまり命あるものとして見せるっていうのは、まあその、まあ、ピクサーのお家芸でありアニメの本質なわけですよね。まあウォーリーシネマハウスで扱った際にそのラストの、ある場面の演出でそのプロセスがまさにその描かれてるって絶賛しましたけど、でね、まあこれはまあ一作目のトイストーリーがまさにそういう話なわけですよね。人形たちがこういて最初は完全に無機物として登場するわけですよ、おもちゃたちは。あ、ちなみにアンディも結構最初の場面は相当乱暴に扱ってたけどね。今回の芋虫組級とは言いませんが、結構乱暴に扱うことでしたけど、まあいいや、最初は無機物として登場したおもちゃたちが、まあこう、生き生きとし出すと。で、毎回その無機物性と生物性の生き生きっていうのは、こう、見せ場になってるわけですよね。で、今回もそれがすごいギャグになってたりして、なんだっけ？ボニーちゃんだっけ？ボニーちゃんの家に行った時に、ライオンのおもちゃがさ、演技に集中させてくれっつって、こう、本当に、あれすごいよね。生き生きしてるとこと、こう、人形みたいなとこを、パッパってこうさ、爆笑しちゃうと同時に、なんでこんなことが可能になるのかっていう、その演出力に本当に、感心してしまうんですが、なんですかね、まあこれはおなじみのパターンなんですけどね、おなじみのパターンの進化型みたいな感じなんだけど、今回本当に舌を巻くところはですね、最後の最後でこのトイストーリー全体を貫いている構図を完全に逆転して見せるところが僕本当に感心しました。はい、ここからちょっとですね、完全なネタバレはしないように気をつけますが、ややネタバレ感ありの話にちょっとしますね。ややですよ。要は
おもちゃで遊ぶ人間側に初めて視点を持ってくるわけですね。で、ウッディたちは改めてそこでは完全な無機物になるわけです。で、さっきから僕が文句言ってた2のね、つまりそのほとんど偽善的なまでにぼんやりとした理念としての、つまりその事実上言葉でしか説明されていなかったおもちゃの幸せイコール子供に遊ばれることっていうことが、この3の今逆転構図の中で最後の最後に非常に具体的なおもちゃと人と幸せの光景として示されるんですよ。でしかもそれが物語上の着地とも一致してて、でそのつまりこういうこと、シリーズ中ずっと擬人化され続けてきたウッディたちが真の意味でおもちゃに戻った状態で終わるっていうことですよね。これはすごいなと、僕もここに至ってやっぱこの3はとてつもないと、もうちょっと鳥肌が立ってきたというね、そこで、なのでね、まあ無理を理想を言えばアンディとあの子ね、ボニーちゃんがそのおもちゃとしてのウッディたちと、つまり無機物としてのウッディたちと遊んでるところで終わっていれば、つまりその遊んでるところでカメラが上がってってっていうことであれば、個人的には本当に本当の完璧でしたが、まあそれはそれでちょっと突き放しすぎかなとかいろいろ思いま、あとはその、さっきさのちんさんと話しててちゃんとそれじゃ決別したことになってないんじゃないかアンディがとかね、まあいろんな考え方あると思いますが、とにかく物語的にもテーマ的にも考える限りこの話の結末として最高に僕納得できる着地をしたと思います。そのね、あまりの納得できすぎぶりにまた涙って感じね。ああそうだよね、コートしか終われないよねっていうね、見事だと思いますけどね。ただまあその前日のね、その終わりタイミング程度の不満は他になくもないんですよね。まずちょっと今回長すぎね、ちょっと長いかなと感じるところもあった。多分ね、その着地に持ってくためにそのボニーちゃんというキャラクターのそのを描く部分が大きくなった、イコールいつもより舞台が1個多くなってるから、その分ちょっと尺がぐっと伸びてるっていうのがまず一つと、まあこれはしょうがない部分かもしれないけど、でもねそういうことじゃなくて、多分本当には必要がない描写も少なくない気がするんですよね。例えばですね、これも仕方ないんだろうけど言いますよ、オープニングのあの派手なシーンね、あのまあ子供の無双っていうのがラストと対応してるから一応必然性もあるし、主に子供向けのつかみとしてこれが必要だってのもわかるけど、まあこのそれこそ2のオープニングもそうだし、あとボルトのオープニングもそうだけど、こういう趣向ちょっと触笑気味なんですけどっていうのもあるし、その中でやってることも実はそんなにさして新鮮味がないと言ってたりですかね、ちょっと不満。あとこれもですね、まあお前個人的な好みだろうとか個人的な希望の類だろうって言われたらそうなんだけど、ケンとバービーのやりとりね、まあこれ自体は非常に楽しいんですよ。ケンの登場シーンはすごく楽しいんです。ですけど、あるいはその、バズがですね、スペイン語化すると、場面ね。まあそのあたりに非常に顕著なんですけど、どうだろうな、ああいうこう、パロディ的なものって、なんか、ドリームワークスっぽいっていうか、ドリームワークスのアニメっぽいっていうか、これどっちが偉いとかそういうことじゃなくて、ドリームワークスがそういうことやればいいんで、ピクサーにはやっぱ王道でいてほしい身としては、あんまこういうパロディみたいなのやんない方がいいんじゃないかな、みたいなのは正直、思ったりしました。まあ2のね、さっき言ったその帝国の逆襲のパロディからなんかその父さんなんていうあのもうしょうもない下りよりは5億倍マシなんですけど、はい、せめてエンディングではねその要素入れてほしくなかったかなという気がちょっと言っちゃう、あのエンドクレジット、もします。あとですね、今回まあ悪役の行く末ってのはこういう話では結構難しいところだとは思うんですけど、悪役の行く末があの初見ではそんなに気にならなかったんですけどね、よく考えると要はあれただの偶然なわけですよね。あそこに同じ場所にウッディとかがいれば同じやつに同じ目に遭ってしまうわけで、偶然じゃんと。もう少し因果応報的というか、こういうことしたからこうなったじゃないですけど、こっちに行動したからこうなったっていう、なんかこう、うまい、もうちょっとうまいやり方はなかったのかなーなんて気がしたりとかですね。そもそもその悪役に関してはですね、その問題がですね、その保育園の年少組のガキがものすごく凶暴で嫌だっていう件と、その保育園内のおもちゃたちをどう統治しているかという問題は本来別なわけですよね。なんかそこが若干こううやむやというかうやむやに混同された感は否めないかなというのはあります。ただそれもよく考えればの世界ですね。あのパワーで持ってってるっていうのはちょっと全然いいと思うんですけどね。あと、まあそんな感じなんですけど、まあこれは非常にしつこいようですけど非常に高いレベルをクリアしている前提
ですからね。あとはそれをパワーで初見では気にさせないというのは立派なことだと全然思います。個人的にはですね、その2に感じたやだみとか不満がある意味ほぼ正面から解消された作品だという、もうその時点で結構満足ですし、ピクサーがその自らの出世作にして最高傑作、まあ、つまり超えがたいハードルを改めて自ら正面突破したというか、で幕引いてみせたと、いうこと。あとそれをですね、しかも長編初監督に任せるというね、この懐の深さ、層の厚さまで見せつけて、しかもさらには普通子供向けなら避けそうな振り切った描写まで逃げずに盛り込んで、つまりこういうことちゃんといびつさまで含んでるっていうか、ということでね、結論としてはやっぱりピクサー怖いんですけどっていうところにやっぱり行かざるを得ないね。いろいろ難癖っぽいこと言ってきましたけどね、もう本当に基本的には恐るべき水準の作品だと思います。もし何らかの偏見があってピクサーの作品ね、行く気がないという言ってないような人がいるとしたら、もう文句なしにそれは言ってください。トイストーリー3、2に起こった私でさえもう絶対のおすすめでした。はい。